最後までバットを振り抜け。結果三振になってもバットだけはしっかりと振り抜け。おお、古谷さすが、バッティングもいい。沢村バント、うまっ。勢いを殺したバント、うまっ。150キロのマシンだぞ。もう全打席バントでいいんじゃねえか。な、何よ。思ったよりリラックスしてるな、こいつら。午後から守備練習、食事が済んだら1時に集合。はい。向こうの 1,2 番はやはり要注意だな。稲実打線の1番の怖さは勝利への執着心。執着心、そういう意味では絶対に負けられない試合の戦い方を一番知ってるチームと言えるな。どうした沢村。あんたに言われた通り、昨日の試合でも打たれたし、俺変化球を覚えたいっす。おお、マネージャー、もうちょっと手伝うてや。これはわしからあいつらへのプレゼントや。東先輩、東先輩じゃないっすか。お久しぶりっす。こんにちは。でもなんでプロの選手が。東先輩、体でかくなってます。監督に挨拶に行かれましたか。一言だけ、痩せろって言われてもうた。よし、上がるぞ。ノリ、もうちょい上な。精神的に一番疲れているのはノリかもしれない。当てる気かてめえ。どう、元気はあるんだ。元気だけは。だいぶフォームが安定してきたな。沢村、ちょっと来い。お前変化球覚えたいって言ったよな。カットボールっす。カットボールってムービングの一種なんですよ。元ネタは薬師の真田か。悪かねえな。昨日の試合で投げたクロスファイヤー、あれはほとんどカットボールだったからな。試合のたびに成長を、どんどん俺の手を離れていくな。なんでブルペン入っとんのや。あんたはメタボリック先輩。メタ大運大運ですね。今じゃそいつうちの貴重な戦力ですよ。オンだと、何やらとんでもないことに。防具もつけといた方が。打席に立つなら防具をつけろ。急におとなしくなった。お前、あいつを貴重な戦力や言うたな。インコース来い。昨日投げたあの球再現してみろ。これが沢村のカットボール。メタボ先輩、どんどん投げていいっすか。こいつの球、こんなんやったか。遠慮のをガンガンぶつけやがって、あのガキャ。どうでしたか沢村の球。確かにおもろい球投げるし、1年前とは別人やな。おいっしゃあの人、帰ったんですか。よろしく言ってたぞ、川上。お前にも。あいつは A 投手なんやから、もっと自信を持って投げりゃええんや。東さん、試合前ノック、本番のつもりで決めるぞ。いくぞ。この人たちだって初めから上手かったわけじゃない。努力を積み重ねてここまで来たんだ。もう一度、もう一度笑顔で戻ってこよう。しゃあ、文字通り明日は総力戦。いよいよ明日、あの子たちならきっと監督の期待に応えてくれます。やはりここにいらっしゃいましたか。監督、そろそろ休まれた方が。明日の試合、うちが勝つ確率はどれくらいだと思う。正直 6-4 でこちらの部が悪いと思います。俺はあいつらを甲子園に連れて行ってやりたい。届いてますよ、監督の思いは。あの子たちにもきっと。決勝戦にふさわしい素晴らしいゲームを期待しています。行くぞ。でけえ声出すんじゃねえ。先発は古谷か。和也、これがお前が望んでいた戦いなんだろ。言ったよね、後悔しても知らないよって。
全国高校野球選手権大会西東京地区予選決勝、共に全国に名の知れた名門同士、いくぞ。レイシュー。互いの投手力が勝負の鍵を握っているのは間違いない。1回の表、青道高校の攻撃は、こいつってスイッチヒッターじゃなかったっけ。セーフティー狙ってんのバレバレ。それでいい、簡単にカウントを稼がせる。するのかしねえのかはっきりしろ。ボール、フォッシャー。2番セカンド小湊涼介くん。死ね。まだ初回、バッター集中でいくぞメイ。シー、まさかの初球単独シー。なめるな。せっかくのチャンス。セーフ。初回から玉砕覚悟の大爆地。この攻撃的姿勢こそ青道野球。やってくれる。わかってるって。ランナー三塁。両さん、ナイスバット。青道としては何としても1点欲しい場面だな。厳しく攻めるぞ。来いよら、インコース来いよら。初球打ち上げてしまった。ぶっ飛んでけ。落ちた。青道高校先制。鉄矢ぶち込むぜ。ここで一気に。スー。バカ、雨。真っ向勝負。ここは勝負でいいんですよね。当然だ。目のやつ、ムキになってんじゃねえか。力みを取れ、メイ。こいつはボール球には手を出してこねえぞ。出し惜しみしてんじゃねえぞ、オラ。確実に打ち取る。来た、チェンジアップ。テイクバッター。タイミング合ってたよな。をしっかりと締めました。スライダー。うが、おいメイ、初回から何熱くなって。そう見えた。点取られたくらいでムキになるわけないじゃん。それだけのことだよ。やっぱムキになってんじゃねえ。ここまで5試合中4試合に先発。古谷、ちゃんと水飲んだか。打たれるつもりも点を取られるつもりもない。人たちが後ろにいてくれるだけで十分心強い。高めは一切手を出さず。内野セーフティー警戒。こら、カルロ、何高めに手出してんだ。ガンガン攻めるぞ。マジで怪物だわ。手から当てる。甘口。今日はストレートで押した方が良さそうだ。三者連続三振。ひるやくん、すごいすごい。ピッチャー古谷くん、どうやってビビらせてやろうか。くらえ、クロスファイヤー。あ、タイミング早すぎた。鳴宮くん、初回同様まだ本調子じゃないんでしょうか。完璧。ナイスピッチ鳴宮。2回の裏、稲城実業の攻撃。出てきたぞ稲実の手法。